こんにちは。GP ユースアンバサダージャパンです。本日、司会を務めさせていただきます、高橋まりなです。GP ユースジャパンでは、GP の現場で働く職員をインタビューする、GP スタッフインタビューシリーズを行っています。GP の職員が日頃どのような活動をしているのか、実際に働いている職員の方々からお話を聞いてみようという企画です。この企画を通し、世界の教育状況はどのようなものなのか、そして、私たち日本人には何ができるのかということを一緒に考えていきたいです。第3回となる本日の GP スタッフインタビューシリーズでは、木部崎彩さんをお呼びしています。木部崎さんはユニセフのスタッフとしてマダガスカル、ネパールで勤務された後、現在は GP 事務局で上級教育専門官として活動されています。担当区域としてアジアに携わる木部崎さんのお話を聞く貴重な機会となります。では早速インタビューを開始したいと思います。木部崎さん、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはじめに自己紹介も兼ねて、木部崎さんの GP における役割や仕事内容について教えてください。はい、GP の事務局でカントリーチームリードっていう仕事をしているんですけど、その GP のフレームワーク、ツール、それから資金を使って、そのパートナー国が、教育で主に基礎教育をどうやって強化できていくだろうっていうサポートをするチームですね。国ごとにチームで、仕事をしているんですけれども、それをまとめる役割をしています。で、具体的にはどういうことをしているかっていうと、GP はローカルエデュケーショングループって言って、その教育省を中心としたパートナーシップを作って、それを強化しようっていうことをしているので、そのいろんな教育のステークホルダーですね、教育省がリーダーシップを握りつつ、その国際機関であったりとか、企業であったりとか、学術機関であったりとか、先生とか PTA とか、市民社会とか、教育に携わるすべてのステークホルダーが集まって、どうやって教育を良くしていくかっていう考えるローカルエデュケーショングループをすごく啓蒙しているんですけれど、それを例えばその作り上げる、サポートっていうんですか、アドバイスをしたり、もうすでにあるメンバー国とかではどうやったらよりよくできるだろう、それがどうやって政策の改善につながっていくんだろうって一緒に考える、それが一番大事なところですね。その国によって、例えばそのローカルエデュケーショングループあってもあんまり参加型じゃなかったり、実際にその政策の改善の話し合いがちゃんとできるプラットフォームになってなかったりするんで、そこのところをどうしようって一緒に考えるっていう感じのことをしています。それから、パートナー国が GP の資金供与を得て、プログラム作成して実施してモニタリング、そういうののサポートもしています。それから、GP の理事会であったり、ドナー国とか、それからもっと広くはパートナーシップ、ウェブなどを通じて、そのパートナー国の状況を発信する、そういったお手伝いもしています。で、私自身は、ネパール、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、チュニジアと仕事をしていて、で、ベースはワシントン DC なんですけど、時々そのミッションっていうんですけど、出張でそういったパートナー国に行って、皆さんとお仕事をする感じです。ありがとうございます。まさに GP と言いますと、国際協力だなというイメージは持っていたんですけれども、今の自己紹介をお聞きしただけでも、たくさんの関係者、そしてさまざまな多岐にわたる活動があるんだなということを少し知ることができました。木部崎さんは GP に参画される前に、ユニセフでも勤務されていたということなんですけれども、GP というものは、ユニセフなど他の国際機関と比べて、何かその教育支援に特徴というものはあるのでしょうか？そうですね。私が思う最大の特徴っていうのは、やっぱりパートナーシップを使う。パートナーシップをレバレッジって英語で言いますけど、それを使って、で、より大きな結果につなげていこうってしているところが一番大きな特徴だと思います。さっき言ったそのローカルエデュケーショングループを通じて改善していこう。で、彼らが分析して、で、実施していくっていうのをサポートしているところが一番大きな違いかなって思います。で、そのパートナー国に行くときに言ってるのは、事務局じゃなくて、あなたたちが GP なんですよ。あなたたちがどうやって自分で
良くしていくか、教育を良くしていくかって一緒に考えて、で、一緒に進んでいく、前に向いて進んでいくこと、それが一番大事なので、そのためにちょっとのアドバイスとかサポートをするのが GP の役目なので、そこが大きな違いかなと思います。それから、プログラムレベルじゃなくて、セクターレベルで物事を考えている。っていうことで、例えばプログラムっていうと、例えば200校とか学校、ターゲットエリアがあって、で、そこの学校に、教材をあげたり、教員研修したりとか、そういうふうによくしていくことだと思うんですけど、GP はそれもやっているんですけれども、もっと大きな、目で見て、プログラム、マクロな目で見て、プログラムじゃなくて、セクターで見てますね。なので、例えば、国家予算のどれぐらいを教育に当てているだろう。プログラムって資金が限られてきてますよね。でも国家予算ってもうものすごく大きいじゃないですか。それをどうやって教育にもっと、上げられるだろう、割り当てられるだろう。で、例えば割り当てている国でも無駄がないように使えているだろうか。それから貧困層に行き届いているだろうか。女の子に行き届いているだろうか。障害のある子どもに行き届いているだろうか。とか。だから資金を増やす。それからあるその予算をどうやって使うかっていうのを見て、それを私たちも見るんですけれども、それを教育省とローカルエデュケーショングループで一緒に分析してもらって、ああ、じゃあここは改善しなきゃって思ってもらう。それによってもっと大きなその結果につなげていこうっていう感じなので、そこは結構違うかなと思います。で、結構大きなインパクト、うまくいったらですけれども、大きなインパクトが得られるんじゃないかなと思います。それからもう一個は、他の機関を通して、JP ってパートナーシップで組織っていうか機関ではない、援助機関っていうことはちょっと違うので、そのプログラムっていうのは、例えばユニセフとかは実際にプログラムを作ってそれを実施してますよね。でも GP はプログラムの資金供与とか、そのプログラム作成の時のアドバイス自体はするんですけれども、実際にプログラムを作って実施するのは教育省。で、例えばユニセフとかユネスコとか世界銀行とかにサポートされて教育省がやっているんですけれども、そのレベルっていうのが実施していないっていうのがちょっと大きな違いかなと思います。ただ、もう一個違うのは、そのプログラムの内容をローカルエデュケーショングループで決めてもらっているってことですね。なので、このお金どうやったら一番子供に有効に使えるかなっていうのをみんなで考えてもらう。もちろん他の国際機関も、資金、プログラムを作るときに、ステークホルダーコンサルテーションって言って、まあ、みんなに意見を聞いたりしてますけど、GP ではそこにさらに重点を置いているっていうのがちょっと違うかなと思います。で、あとはもちろんユニセフ、世銀、ユネスコとか国際機関は GPE のパートナーシップにとってすごい重要な役割を果たしていて、彼らはまあそのそれぞれの、機関の資金とか GPE のファンドを使ってプログラムを作ったりインプリメンテーションするのはもちろんなんですけど、そのローカルエデュケーショングループの中でその教育省と一緒にみんなをまとめていく。で、もっとパートナーを取り込んで一緒にしようよってやって、じゃあどうやって改善しようっていう、そのリーダーシップを発揮する、重要な役割を果たしてるんですね。なので、GP だけじゃなくて、その途上国の教育支援にすごい重要な役割を彼らは果たしています。なので、まあ GP はそういうところにテコ入れしていくっていうんですか、そういったサポートをしているパートナーシップっていうのがちょっと違うところかなと思います。まさにパートナーシップですっていうキーワードが出ましたけれど、たくさんの関係者がいる中で、それぞれがどういうふうに最大限力を発揮して全体としてレバレッジが効かせていくのか、その要のような存在かなと思いましたし、本当に何ですかね、良き伴走者かなというようなイメージを持つことができました。では、GP のお仕事について、お伺いしてきたんですけども、ここから少し、木部崎さん、ご自身のキャリアだったりですとか、バックグラウンドについてもお伺いできればなと思います。ご経歴としては、ユニセフから GP に、行かれたとのことなんですけども、学生時代だったりですとか、ユース時代というのはどのようにお過ごしになられてましたか？GP で働くようになった経緯ですとか、教育協力に興味を持ったきっかけなどがあれば、ぜひお伺いしたいです。はい、
私、小さい頃アメリカで、7年間過ごしているんですけれども、10歳の時に家族旅行でメキシコに行ったんですね。で、その時に初めて貧困っていうのを自分の目で、途上国の貧困ですね、を目の当たりにしたっていうか、そのホームレスのお母さんと子供を見て、あって思ったのが一番最初のきっかけかなと思っていて。で、その後、中学生の時に日本に戻ってて、テレビでコソボの、紛争を結構カバーしててですね、その時に、日本人女性をフィーチャーしている番組が一回あって、それを見て、あ、いいな、と思って、それで、じゃあ、これだと思って、それでその後、結構ユニセフ、日本ユニセフ協会が、ファンドレイジングで番組、年に2回ぐらいやっているじゃないですか。あれを結構見ていたので、それでじゃあ中学3年の時に、あ、ユニセフで仕事したいな、子供のために仕事をするっていいなと思って、だからその時に、ユニセフ入りたいなと思ったのがきっかけですね。で、教育に携わりたいって思ったのは、ユニセフみたいなところで働くには、大学院に行くことが、必要かなと思っていて、で、大学院行く前にそのインターンシップをしたんですね、NGO で。で、HIV エイズの予防のプログラムっていうのをコートジボワールでやってて、で、そこで、モニタリングをしてきてくださいって言われて、その時3ヶ月間、コートジボワールの、田舎で、生活したので、すごい結構、いい経験に、衝撃的ではありましたけど、いい経験になったんですけど、その時に、どうやったらなるだけたくさんの人をサポートできるだろうと考えたときに、ああ、教育だと思って、その、ね、物とかお金とか上げ続けても解決にはならない。みんながそれぞれ自分の人生をどうやって良くしていけるだろうって切り開いていく力っていうか、社会を良くしていける力っていうのを得るのはやっぱり教育だなと私は思って、そのときに、教育だって決めた感じです。で、高橋さんおっしゃられたように、ユニセフはマダガスカルで、仕事して、その後ネパールで仕事して、ユニセフ計10年いて、女子教育とか、EC、幼児教育とか、携わってきたんですけど、その後ですね、じゃあ、ユニセフ3年ネパールにいて、次のカントリーオフィス、次のポスト探さなきゃって思った時に、マダガスカル時代の上司に、連絡をしたんですね。その時に、上司がその GP の事務局で働いていて、ポストが空くからぜひ応募しなよって言ってくれて、きっと合っていると思うからって言ってくれたんですね。で、私、と思ったんですけど、そのユニセフに留まるつもりだった、一生ユニセフって思っている人だったので、ちょっとと思ったんですけど、でも考えてみると、そのマダガスカル時代に出張で来ていた、ノルウェー人の女性が出張で来てて、その時一緒にフィールドに行く機会があって、その人にすごい気に入ってもらって、年上の女性だったんですけど、その人がその時くれたアドバイスが、ユニセフもいいけど、他の国際機関、他の機関、NGO でも違うところで経験を積むと、あなたの視野が広がるわよって言われて、で、結局ユニセフに、私、その時はユニセフが好きなんですって言ったんですけど、でも、ユニセフ好きで戻ってくるにしても、多分他のところに行って、他のやり方を見て、また戻ってきたら、より良い仕事ができるわよって言われたのが心に残っていて、なので、前の上司に、あ、GP どうって言われた時、あ、やってみてもいいかな。で、やってみて、好きじゃなかったらやめればいいし、と思って入って、それで結局は、すごい楽しくて、仕事が。結局10年経って、今10年目になるところっていう。それが、経緯ですね、JP 事務局に入った。幼少期のご経験から実際にフィールドに出向く中でも絶えず何が提供できるのかだったりですとかそういったことの問いの連続がおそらく今の GP でのポジションであったりですとかその中で上司だったりですとかいろんな方とまさに教育だったりですとかそういったものを届けてこられたのかなと思います。
はもう少しGP のまさに現場での活動についてもお伺いできればなと思うんですけれども、これまで木部崎さんが GP で10年間活動をされてこられて、その中で苦労されたことだったりですとか、一方でその苦労に対してGP だからこそ発揮できた強みを感じられた習慣などは何かございますか？そうですね、まあ苦労って言えば、人と仕事をしていくので、そこが、楽しい醍醐味でもあるんですけれども、さっき言ったように、自分たちでやっているわけじゃなくて、主にはアドバイスをすることによって動いてもらうので、それがなかなか、もちろんそのパートナー国で教育省の人も、国際機関とか、そのパートナー、ステークホルダーの皆さんも、それぞれ日々やらないといけない仕事がありますよね。そういった中で教育の開発計画を作りましょうとか、そういう、あと GP プログラム、何がいいか考えましょうって、そういう、ことに携わることは、結構大変だったりもするので、なかなかその、スムーズに行く国と、ちょっと時間がかかったりする国もあるんですね。で、例えば、こういったふうにしてほしいですよ。こういったふうなことを考えてくださいって言っても、例えば、すぐ分かってくれる国とかパートナーもあれば、いろいろバックグラウンドがあって、すぐには、通貨で何て言うんでしょう、通じ合えないところもあったりするので、そこをどうやってサポートしていくか、そのもっと大きなその目標を見据えてどうやって前に進んでいけるかって、そういうところはちょっとチャレンジングだったりはしますけど、そこはでもやりがいでもありますね。で、その GP だからこそっていうのは、ミャンマー何年か前に新しくその GPE のメンバー国になったんですけど、それは今のクーデターの前ですね。で、その時 GPE のメンバー国になったらこういうことがありますよ、そしてあなたたちは、こういうことが期待されていますよ、 GPE のメンバー国になることによってそのみんなでパートナーシップを強化することが求められています、そして教育開発計画、そのみんなでパートナーシップに基づいてそのどうやって教育を良くしていくかっていうプランをみんなで考えて、でみんなでモニタリングしていく、それが求められていますよっていうのを説明すると同時に、 GP に入るってことは、 GP はその平等性っていうんですか、エクイティ、その一番その助けを必要とされている人はその教育でどうやってそのリーチできてるんだろうってよく考えることを啓蒙しているので、その時、ロヒンギャの問題が出てきてたので、まだ2017年の大きなその、難民っていうんですかにはなっていなかったんですけれども、でももうすでに問題だったし、ミャンマーはもうずっと何年も前から、IDP っていうんですか、その国内難民とかもいっぱいいたりしたので、必ずその GPE に入ったら、いろいろその資金供与とかいろいろいいことも政府にとってそのすぐ見えるっていうんですか、いいこともあるけれども、そのパートナーシップであったり、そのロヒンギャであったり、難民であったり、そういった面もどうやってその状況を改善しているんですかって必ず聞かれますし、そこが、そこをどうやって考えていくっていうのが大切になりますよって、それをその啓蒙する機会になったんですね。で、言われたのがその最初のそのローカルエデュケーショングループのミーティングでそういうことを説明したときにですね、後でそのパートナー国際機関の人から言われたんですけど、それロヒンギャのことは今までその大きなミーティングで誰も言えなかったこと、そのドナーたち、その国のをベースにしているドナーたちはそういったすごいセンシティブなことを発言してしまうと、その立場が活動していくにあたって立場がちょっと難しくなったりもするかもしれないので、なかなかそういった面はプッシュできなかった。でも GPE が来てくれて、ロヒンギャどうなってるんですか、難民他にはどうなってるんですか、少数民族どうなってるんですかって聞いてくれることによって、そこを活用して、でもっとその議論を進めていくことができるって、それでよかったって言ってもらったことがありますね。でその結果、その次のその GPE のグラントで結構大きい80ミリオンドルですか、グラントがあったんですけど、そのグラントも結構少数民族とロヒンギャに
注目したで資金もしっかりその割り当てられているグラントを作ること、それを政府がいいですよって言ったこと自体が結構嬉しかったんですけれども、大きなアチーブメントだと私は思っていて、まあ、結局クーデターでそのプログラムを最終的にはなかなか実施できなくなってしまったんですけれども、そういったところが、まあ、GPE だからこそ外にいるっていうか大きなパートナーシップであるからこそ復習できたことかなと思っています。ございます。まさに今大きなパートナーシップというキーワードがありましたけれども、パートナー国にイニシアチブを取ってもらいつつも、やはり長期的に必要な人に必要な支援を届けるための仕組み作りといった視点があるからこそ、重要かつセンシティブな問題にも切り込んでいけたのかなというふうな印象を受けました。はい、では最後の質問になってしまうんですけれども、これまでもたくさん出てきたパートナーシップという言葉ですね、教育協力といった分野でこのパートナーシップというものはなぜ重要なのかなということがすごく個人的にも気になっています。パートナーシップというものは GP も掲げていますけれども、やはりなぜ重要視されるのでしょうか。またパートナーシップを尊重して活動する中で個人的にでもいいですし、組織としても心がけていることがあればぜひ教えていただきたいです。はい、ですね、個人とか一つの組織でできることって限られてると思うんですよね。月並みですけど、やっぱりみんなの力を合わせることによってより大きな結果により早くつなげていくことができるから、パートナーシップって大事なんじゃないかなと思ってて、で例えば教育協力のエリアで考えると、幼児教育とか基礎教育とか中等高等教育に重きを置いている団体もあれば、職業訓練が大事だと思っている団体とかいろいろありますよね。でも結局問題とか解決策ってどっかでつながっているんじゃないかなと思ってて、例えばその教員の養成のシステムを強化したり、カリキュラムとか教材とかを見直そうって言った時も、例えば1学年だけとか初等教育だけとか見るわけにいかないですよね。全部で見ていて、教育システムとしてどうやって改善していくんだろうって考えなきゃいけないので、つながってるのでやっぱりその連携をすることは大事、そしてその一つの機関とかでサポートできることはすごく限られているので、連携してみんなのその強みを生かしてうまく連携してサポートをしたらもっと効果的じゃないかなと思って、そういった面でパートナーシップって大事だなと思ってます。で、例えば、具体例で言うと、私の担当しているある国では、大きい組織とか、もっと NGO とか、あとちっちゃい組織とかも含めると、その教員の質の改善と、その教材、国語っていうんですか、その国の言葉と、あと算数の改善をしている団体がいっぱいあるんです。そういうプログラムがすごくいっぱいあるんですよ。でもみんながそういったそのカリキュラムとかツールとかプログラムとか教材とか最初から作り上げるのっていいんですけど、ちょっと無駄もあるかなと思ったりするんですよ。で、そのいろいろプロジェクトしてきてあるツールとか知見とかみんなが持ち寄って、どうやったらもっといっぱいの子どもに行き渡ることができるだろう。だってそんなにいっぱいプログラムあってもまだ、その国の全部の子どもがそれでカバーできてるわけじゃないんですね。で、みんながあちこちでちょっとずつやってて、で教育省の人とかディストリクトとパートナーの人の時間もそれぞれかかるわけですよね。いちいちみんながそれでコラボレーションしなきゃいけないので、そういった面でみんながもうちょっと一緒にすれば、もっと早くもっといっぱいの子どもに、サポートが行き渡るんじゃないかなと思ってます。で、結局そのみんなでその教材とかやり方、アプローチをすり合わせるのって本当は時間がかかるんですよね。で、意見が合わなかったり、まあ、細かいところの調整に時間がかかったりするので、短期的には、ね、ちょっと大変だったりするんですけれども、やっぱり中長期的に見ると、やっぱりみんなでやって、もっと大きくサポートできたら、結果がにつながっていくので、その辺でパートナーシップってすごい大事だと思います。それから気をつけていることは、やっぱり、まあ、
私もそうですし、GPE のその事務局の職員もそうですけど、政府の主導権を尊重して、それからローカルエデュケーショングループのその働きっていうんですか、どうやってうまくやってるかっていうのを尊重しながら、ちょっとずつなんかアドバイスするっていうか、やっぱりここはちょっと強化できるんじゃないかって思ったりするところもあるんで、でもそこはあなたたちこうしなさいよじゃなくて、これについてはちょっとどう思いますかみたいな感じで働きかけて、で、結局働きかけてみんなでフォローしてもらわないと結果にならないので、そういったなんて言うんでしょう、種を植えるみたいな感じのことを心がけてます。なのでさっき言った、例えば似たようなプログラムがすごくいっぱい混在しているようなケースだったら、例えばそういったことによってなんか起きた弊害はありましたかって、何でしたか、例えばじゃあそれはどうやって改善できると思いますかって、すぐにこれはダメですよねとかそういうふうに言うんじゃなくて、まあみんなのその考え方をちょっと変えていくっていうか、ちょっと考えて問題意識を持ってもらって、でそれで解決っていうんですか、改善につなげていってもらおうって、そういうふうにしてます。あと例えばローカルエデュケーショングループのコーディネーションがあんまりうまくいってないなとか、もうちょっと改善できるなと思った国とかがあると、他の国の事例とか持ってきて、この国ではこういうふうにしてます、サブセクターでグループ作って、でみんなで議論して、それをみんなで例えば後で持ち寄って議論してますよとか、いろいろその国の状況に合わせてなんかちょっとずつアドバイスをするっていうことをこう心がけてます。で、あとはそういうアドバイスするには、状況が分かってなきゃいけなくて、でも状況って大きなミーティングとか、さっき高橋さんもちょっとおっしゃられてましたけど、大きなミーティングとか書類だけでは分からないことがいっぱいあって、やっぱりその、いろんな人、そのパートナー国のいろんな人と、その関係を作って、それで信頼関係を作ることによって、あ、実はローカルエデュケーショングループではこういうことが起きているんだ。実は教育省のこのレベルの人がこうだから、だからこれは進まないんだかとか、だからこれはこの人と一緒にすることによって進むんだとか、そういったちょっと、なんて言うんでしょう、ティップっていうのはさ、そういった、まあ、解決策っていうのが見えてきたり、情報を得ることによって、まあ、ちょっとしたアドバイスにつなげていきやすくなるっていうか、そのみんなのその考えをまとめるのにちょっと有効な質問が出てきやすくなるっていうんですか、そのよくわか、あのバックグラウンドでよくわかることによって、なのでそういったいろんな方法で情報を収集して、でいろんな人と信頼関係を築いて、でちょっとずつサポートしていくっていうのを心がけています。ありがとうございます。教育協力、私も目指しているものなんですけれども、すごく大切な言葉とか姿勢というものをたくさんお聞きできたのかなと思います。教育は特にものを作って完成したら終わりではなく、きちんと届け続けること、そしてそれが何ですかね、取りこぼされる人がいないところが重要になってくるかなと思うんですけれども、やはりそういったところでは、いろいろなプログラムとかセクターが個別に動くよりも、全体で得意なところを活かしていくってところが重要、かつ、なんですかね、GP が、まあ、いい意味でよそ者といいますか、そういったところで俯瞰している立場ということで、全体が効果的に動けるのかなというところをイメージすることができました。はい、で、さきさん、興味深い話を改めてありがとうございました。GP の職員が日々経験していることを生でお聞きするのはとても貴重な機会でした。教育協力に長年携わってきた木部崎さんのお話を聞くことができ、学ぶことが大変多くありました。またですね、同じ日本人女性としてたくさんのインスピレーションを受けることができました。今後も GP Youth Japan はこのチャンネルを使ってインタビューや動画を上げていく予定ですので、チャンネル登録お願いします。また、ユース独自でインスタとツイッターもやっています。概要欄にリンクを貼っていますので、そこからフォローよろしくお願いします。木部崎さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。